こんにちは。冷え改善のお手伝い、あったかい肌着の店いつみやでございます。今日は自律神経を整える5大栄養素のお話。冷え取りの基本、あったかい肌着と言いたいんですけれどもね、あったかい靴下とかね言いたいんですけど、こいつはそれを助けるだけで根本治療にはなりません。根本的に治すにはやはり、自律神経を整えることと筋肉量を増やす、この2つが大きな柱となっております。で、今日は、食からのアプローチということで、自律神経の方ですね、自律神経を安定させるのに役立つ5大栄養素、それをご紹介したいと思います。ビタミン B、カルシウム、ビタミン C、発酵食品、食物繊維、この5つでございます。まずはビタミン B、 自律神経の疲れを緩和してくれます。で、カルシウムですね、イライラを緩和で、ビタミン C、 ストレスに強い体を作ってくれます。で、発酵食品、自律神経の安定を助ける。で、食物繊維、腸内環境を整えると。この発酵食品と食物繊維っていうのは腸活に役立つんですね。腸内環境を整えてセレトニンを生み出す環境づくりっていうのを助けてくれます。セレトニンって自律神経を安定させるホルモンなんです。ホルモンって普通脳で作るじゃないですか。セレトニンだけは腸で生成されるんですね。で、腸が作るんで腸内環境を整えてあげなきゃいけない。で、腸内環境を整えてあげるとセレトニンが多く分泌されるようになると。で、そのために何をしたらいいかというと、その発酵食品と食物繊維、こいつを取らなきゃいけない。で、さらに言うならば、冷たい飲み物とか冷たいビールとか冷たいアイスとかっていうのを、まあセレトニンを増やしたいという時期は控えてみる。腸にとってとっても良くないんでね、冷たい食べ物っていうのは。セレトニンを増やすポイント、もう一つ、ウォーキングです。ウォーキングしなければダメです。腸ってね、じっと家に座ってたら動いてくれないんですね。歩いてください。歩くと腸は前導運動つってね、ミミズみたいに動くんですね。で、これが動き出すと腸内環境って整い出すんです。前導運動、食物繊維、発酵食品で温めること、冷たい食べ物飲んだりしない、温めること。もしお腹触ってみて冷たいって感じるようでしたら腹巻きしてください。これ商売で言ってるわけじゃないです。別にうちで買わなくていいですよ。どこで買ったって。ただね、うちの腹巻きはね、柔らかいんです。圧迫感がないんです。そのように作ってもらってるんですね。特注で締め付けないんで、交感神経のスイッチ入れないんですよ。副交感神経、要するに緊張しないんですね、やってても。この密着度が高すぎる腹巻きだと衣服内湿度が上がっちゃうんで、痒くなったり熱くなったりしちゃうんですね。で、しかも緊張しているんですね。グッと押さえてるんでね、ふわっと乗っかってるぐらいの腹巻きだと緊張しないんですね。副交感神経の方に体重がかかってる状態です。で、ある程度のその余裕があるんで、衣服内湿度が極端に上がらないので、長時間やってても嫌にならない。長時間温めるんだったら、そういう柔らかい腹巻きを探してやってみてください。なかなかないんですよ、これが。プロの僕が探してもないんですから。そこらではなかなか、某島村さんや某東洋華堂さんなんかではなかなか売っていません。百貨店さんなんかでもなかなか、なぜかね、あれゴム硬いの売ってるんですよね。うちでは売ってます。で、5大栄養素、これを手っ取り早く取る方法があります。それはヨーグルトにビタミン B、 バナナ刻んで入れます。ヨーグルト自体もカルシウムですから、カルシウムも取れます。ビタミン B も取れます。で、ビタミン C、 これはキウイなんかをカットして入れてくださいませ。これ一気に入れなくたっていいですよ。毎日、今日はキウイ、今日はバナナでも良いですしね。発酵食品、これヨーグルト発酵食品ですからね。もうヨーグルト取った時点で発酵食品、カルシウムはもう補えてるんです。で、そこにバナナ入れてビタミン B、キウイを入れてビタミン C、 これが保管できます。で、食物繊維はオートミール的なものをちょっと入れるとかね。ここにもう一つ足してほしいのがオリーブオイルなんです。さっとかけるだけでいいです。それでね、そこにね、クラッシュしたナッツなんかをね、こう少しパラパラっと散りばめて、さっとオリーブオイルをかけるとさらに良いです。そのクラッシュしたナッツなんかはビタミン B、 E も豊富に入ってますんでね。で、さらにビタミン B を
摂取しやすくなるためにオリーブオイルが必要なんですね。オイルと一緒に摂りますと、ビタミン B、E が摂取しやすくなりますので、まあそんなに美味しいかっつったらね、想像している通りの味だと思いますけれども、飽きないようにいろいろそうやって入れるものをトッピングを変えてみてやってみてくださいませ。腸内環境が必ず良くなっていきますんでね。そうするとセレトニンが出ます。セレトニンが出れば自律神経は安定します。自律神経が安定すれば体温は上昇していきます。ぜひやってみてください。